経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約。経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約。a アイススコアは、1966年12月16日、国際連合総会によって採択された、社会権を中心とする人権の国際的な保障に関する、 多数国間条約である。同月19日ニューヨークで署名のため解放され、1976年1月3日公力を発生した。日本語では社会権規約と略称される。同時に採択された市民的及び政治的権利に関する国際規約、自由権規約、B 規約に対して A 規約と呼ばれることもあり、両規約及びその選択議定書を合わせて、 国際人権規約と呼ばれる。自由権規約が定約国に対し即時的な実施を求めているのに、対し、本規約は定約国に対し、権利の実現を全身的に達成することを求めている。第2条。本規約は、1948年の世界、人権宣言採択後、1954年まで、国連人権委員会において、基礎作業が進められた。 同年の第10回会期において国連総会に規約案が提出され、その後国連総会の第3委員会において築上審議が行われた上で1966年の第21回国連総会で全部の審議を終えた。そして同年12月16日の本会議で自由権規約同選択議定書と共に採択され、社会権規約は 賛成105、反対なしの全会一致で可決された、決議 2200A。社会権規約の発行には35カ国の批准、加入が必要とされていたが、その要件を満たし、1976年1月3日に発行した。2011年2月現在、本規約の署名国は69カ国、定約国は160カ国である。本規約は、 第一条で民族自決権を規定し、また天然の富及び資源に対する人民の権利を規定している。この点は個人の人権だけを規定した世界人権宣言と異なっている。これは1960年以降国際社会の多数派を占めるようになった第三、世界諸国が民族自決は人権共有の前提条件であると主張するように、 なったことを反映したものである。定約国は立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を全身的に達成するため行動を取ることを約束するとされている第二条一。ただし、開発途上国は人権及び自国の経済の双方に十分な考慮を払い、経済的権利を どの程度まで外国人に保障するかを決定することができるとしている第2条3また、定約国は本規約に定める権利について権利の性質と両立しかつ民主的社会における一般的福祉を増進することを目的している場合に限り法律によって制限することができるとされている4条そして国中団または 個人がこの規約において認められる権利の破壊の目的とする活動や行為を行う権利を容認する規約の規定の解釈を許さず、第5条第1項、いずれかの国において法律、条約、規則または慣習により認められる基本的人権については、この規約がそれを認めないこと、またはその認める範囲がより狭いことを理由に、これらの権利を制限し、または 犯すことは許されない。第5条、第2項を明記する。本規約は、第3部、第6条、第15条において、次のように個別的な人権を保障している。定約国による、社会権規約の履行を確保するための実施措置として、口述の通り国家報告制度が設けられている。本規約上は、国連経済社会理事会が、 実施期間として規定されており、16条、当初は軽車理に設けられた会期内作業部会が定約国からの報告の審査に当たっていた。しかし、それでは審査がなおざりになりがちであったことから、1985年5月28日の軽車理決議、1985-17により、作業部会を改組して、経済的、社会的及び文化的権利委員会、 社会権規約委員会設置され、1987年から活動を開始した。同委員会は18名の専門家からなり、委員の任期は4年である。年2回の会期、それぞれ3週間の本会議及び1週間の予備的、作業部会をジュネーブで開いる。また、委員会は本規約の規定の解釈について、一般的意見を表明する。 社会権規約の定約国となるためには、署名の上、批准を行うか、加入の手続きを取る必要があり、規約は署名または加入のために開放されている。批准、加入したときは、批准書、加入書を国連事務総長に帰宅する26条。2011年3月現在、署名国は69カ国であり、そのうちまだ批准していないのは、ベリーズ。 コモロ、キューバ、サントメプリンシペ、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国の6カ国である。批准済みの署名国63カ国と加入国を合わせると、定約国は160カ国である。日本は、1978年5月30日、社会権規約及び自由権規約に署名し、1979年6月21日、 両規約の批准書を帰宅した同年8月4日、社会権規約は同年条約第6号として自由権規約は同年条約第7号として交付された。それにより、同年9月21日、両規約は日本について効力を生じた。ただし、次のような留保及び解釈宣言を行っている。このうち、中東、 高等教育についての無償化の前進的導入については2012年9月11日に留保の撤廃を国際連合に通告した。2013年5月17日、経済的、社会的及び文化的権利委員会は日本の報告書の審査に対する最終書件にて社会権規約の国内裁判所での直接適用を国内人権機関の設立。 障害者権利条約の批准。国際労働条約の強制労働廃止条約。第105号と差別待遇禁止条約。第111号の批准。最低保障年金制度設立と生活保護受給者に対する汚名を払拭する国民への教育。東日本大震災と福島第一。原子力発電所事故の被害者に対する救済と差別禁止。 アイヌ語習得を含む日本の先住民族であるアイヌ人の権利について勧告した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。